セネズミは宮沢賢治の短編小説、生前未発表の作品である。倉庫の表紙には、動物群は集中という書き込みがある。本作の内容の一部が、クンネズミの中で、新聞記事として掲載されるという描写がある。執筆に使用した、原稿用紙や筆記具、筆跡等から機械的に年代を推定して、掲載順序を決定した、広本。 宮沢賢治全集においては、本作と、くんねずみ、鳥箱先生と、うねずみは、同じ巻きに並ぶ形で掲載されている。古い家の屋根裏に、瀬という名の,のネズミが住んでいた。ある時、瀬ネズミは、いたちから、戸棚からコンペイトがこぼれ落ちているとの情報を得る。喜んだ瀬がその場へ行ってみると、すでにアリが大勢たかって運び出しており、瀬は、手に入れ損ねる。 怒ったツェは、イタチのもとへ駆け込み、私のような弱いものを騙すなんて。償うてください、償うてくださいと喚きたてたあげく、イタチが集めたコンペイトをお守備よく取り上げて、持ち帰ってしまう。万事がこの調子なので、他のネズミからも、動物からも嫌われる。動物仲間からそう、スカンを食ったツェは、柱やチリトリ、バケツなどの道具類を仲間にする。 しかし柱から転げ落ちれば柱相手に償っておくれ。ちりとりからもらった最中を食べて腹を壊せば償っておくれ。バケツからもらった洗濯ソーダで顔を洗い、髭が抜ければ償っておくれ。こうして道具類からも相手にされなくなる。最後に手はネズミとりと付き合い始める。元来ネズミとりは人間の味方でネズミの敵のはずだが、 人間から汚くあしらわれる彼はむしろネズミに好意を持っており仕掛けられた餌でネズミに交際を持ちかけていた。しかしネズミたちは怖がって誰も近寄らない。そんな中で孤独なツェは同じく孤独なネズミ捕りに接近したのだった。最初のうちこそネズミ捕りに丁寧に接しありがたく餌を食べさせてもらっていたツェだが次第に満身が生じて態度が存在になる。 一方、毎晩ネズミ捕りを仕掛けながら、餌を奪われる。人間側は、ネズミから賄賂でももらったか。とネズミ捕りに悪態をつく。そんなある日、いつものように、チェがネズミ捕りを訪れたところが、もらった餌の半片が腐っていた。チェが、例のごとく、償うてください、償うてくださいとあめき立てたところ、怒ったネズミ捕りは針金を置きしませ、餌についていた鍵が外れで、 入り口が閉じてしまう。背は、ネズミ捕りさん。ひどいや。ひどいや。うー、悔しい。ネズミ捕りさん。あんまりだと叫んで騒ぎわったが、もう、償うてくださいを口にする力はなかった。翌朝、人間はネズミ捕りを見て、閉めた。閉めた。とうとう、かかった。意地の悪そうなネズミだな。さあ、出てこい。小僧と、嬉しそうに呟いた。 ありがとうございます。